ここに戻ってこれて本当に不思議な感じです。こんな感じで運ばれてきます。そしてこんな感じです。本当にそう、体に良さそう、めちゃめちゃ良さそう。ひじきの煮物とかね、切り干し大根とかね、本当に栄養バランスがいいです。普通のご飯だけど美味しいです。いただきたいと思います。今日はですね、なんと雪が外降ってます。東京初雪です。でも雪だけじゃなくて地震も最近ね、あるから怖いです。そして朝食です。またね、お家に帰ったら遊んでね。遊んでね、いっぱい遊んでね。今もう夕飯の時間です。あっという間です。そして明日も退院です。早いですね。でも本当なんか2回目だと容量が分かっているから、すべてね、サクサクっとこなせて本当ゆっくりできました。1回目はね、もう緊張と子供のことをね、どうやってね育てるかっていうことをね一生懸命考えてるからね、もう必死、1回目は必死でもう全然エンジョイできなかったけど、これはね何ヶ月でもロングステイしたいなという、本当子供と一緒にね、こういう施設あるけどね、はい、そんな気分ですが、そんなことしている場合でもないので、なので早く帰っていつものようにがっつり動きたいと思います。はい、じゃあいただきたいと思います。そして昨日の雪とは打って変わって超いい天気です。もうめっちゃいい天気です。